はい、どうも、パチオです。まあ今、動画のストックがなんか少なくなってきたんで、車の中で喋ってるんですけど、今日はね、ちょっとアニメの話でもしようかと思ってね。僕は昔からアニメ好きでね。で、そんな中でもね、世界名作劇場ってね、すごい好きだったんですよ。で、小さい頃は、子供の頃だからね、アニメの絵本とかね、親に買ってもらって、家に何個かあったっすね。母を訪ねて三千里とか。で、そんな中でね、フランダースの犬、まあ、世界名作劇場の一作目ですけど、あれもあってね、やっぱね、もう涙腺弱いんで、泣くんすよ。もう絵本ですらなく、なんか絵本でももう最後のシーンが見てられない。まあそんなぐらいね、小さい頃はね、もうあれ本当に、まあ僕が生まれる前のアニメなんですけどね。まあ再放送もいっぱいやってますから、何回でも見てるんですけど。でね、大人になるに従ってね、ちょっとね、見方が変わってきたというか、まあ性格がひねくれてるもんだから、ちょっとあれはないんじゃないかっていうふうに思うようになってきてね。まあ、ちょっと今日はまあそんな話をしようと思ってます。まあフランダースの犬みたいないい話をこんなひねくれた見方するやつはいねえだろうなっていう。あれさ、ネロもパトラッシュも死ぬ必要全くなかったよねっていう話でさ、まあ簡単に言えば。で、もう一つ言うとね、ネロって結構クズいよねっていう、そんな話です。まあ、最初のうちはね、頑張って暮らしてますよっていう描写なんだけど、おじいちゃんが、病気になった後、まあ、ネロ一人で頑張りますよ。で、まあ、その段階ではいいんですよ。で、ただ、牛乳を売れなくなったっていうぐらいでさ、ちょっと働く手段とかは考えれたよねっていう。で、最後の方になるとさ、まあ、最後の方っていうか、ルーベンスの絵を見に行ったりとかさ、そんな余裕あんのっていう、ことが結構あったりとか。で、最後さ、有名なシーン、パトラッシュね、と一緒に教会でルーベンスの絵を見ながら、ね、疲れたって、パトラッシュ疲れたって、正確なセリフをね、もう忘れちゃったけどね。なんかとっても眠いんだって言ったらなんかね、裸のガキが降りてきて天国行くっていうパターンのね。あれ、あるじゃないですか。あれおかしくないですか？その前の段階。あれ、ねえ、なんかもう、絵が、ねえ、落選したのに絶望してお金を置いてさ、その、出ていくわけよ。で、なんなら財布拾ったけど財布返してとか。まあ僕、ね、もうその段階でちょっとおかしいなと思ってたとこがあって、その前段階で、おじいちゃん亡くなって一人になったところで、木こりのおじさんがね、ネロちょっとかわいそうだから、うちで引き取ってあげるよって。木こりとして働かないかっていう。で、そしたら、ネロは、いや、絵描きになりたいんで、って。で、コンクールの結果が出るまで待ってくれませんかって、言って。で、じゃあ、木こりのおじさんは、わかったって。そんな風に言うんだったら、ね。それを待とうって。で、年越せないといけないからって。お金と食料を置いて、ある程度。これで年を越しなさいって言って。で、それで、木こりのおじさんは山へ帰っていくと。
で、と、で、年が明けたら、おいでよって。って言ってくれてたのに、そのお金を置いて、家を出て行ってお亡くなりになる。おかしくないかい？ネロさん。あ、で、ねえ、パトラッシュ、まあ、老犬とはいえさ、道連れじゃんか。ちょっとかわいそうじゃねえって。で、さあ、まあ、絵描きにはすごいなりたかったんだろうって。だけどさ、その、絵描き以外の選択肢は全くなかったわけだよね。だからせっかくその、ね、一緒に木こりとして頑張っていきましょうっていうスカウトがあったにもかかわらず、まあなんでか知らないよ。肉体労働が嫌だったかもしれないし、もう木こりになるっていう選択肢はなかったのかね。ほんと。まあ僕は、なんか年齢いくに従って、死ぬ必要あったかっていうのがどん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 膨らんできて、でもうそれがもう気になって気になって仕方がない。なぜそこまでその絵描きになることにこだわって、そのね、最終的に生き残る手段はいっぱいあったにもかかわらず、まあ投資なのか餓死なのか知らないけど、あれなんか後日談みたいな物語ではネロは自殺したことになってるんですよね。まあアニメでは綺麗に書かれてたっすけど、木こりのおっさんの善意はね、全く無視かいっていうね。でなんならその最終的に置いてったお金はさ、家賃として木こりのおっさんのお金だよ。なんかね、そういうすげえ俺木こりにこだわってるけど、なんか最後の最後なね、途中まで全然出てきてなかったのにいきなり救世主のように現れた木こりなのにでなんなら原作だったかな、アニメ版だったか忘れたけど、そのコンクールに出した絵は確か木こりのおっさんの絵のはずなのよ。木を切る木こりのっていうぐらいの人なのに、なんかね、ネロくんちょっとひどくないかって。で自分の都合で自殺するのにパトラッシュも巻き添いだよ。ね、その犬を飼う責任みたいなのもちょっと感じてほしいし、で、あとね、ちゃんと働くっていう。俺ね、なんならね、俺働くのが嫌で、絵描きになろうとしてたんじゃねえかっていう、思ってたこともあったぐらいね。まあ、実際今はそうは思ってないんだけど。そのぐらい死にはね、一時期疑問を持ってました。まあ、その辺で終わりにしときましょうかね。もうなんか長々と文句言うだけになっちゃうんで。以上、パチオでした。バイバイ。